はい、皆様ごきげんよう、あきおみです。今日はアメリカから、荷物が届きました、プレミアムスピナーの、ハンドスピナーですね、今回も、開けていきたいと思います。ではこちらですね、中に入ってたのがこちらドットのなんて読むんでしょうね、ドットの3乗、右上に3、ちっちゃく3って書いてあるドットスピナーと、ループホールスピナーですね。こちら。これは、コアが別売りなので、それも一緒に買いました。中心部の持ち手のことですね。これが、合体させた状態で入ってましたので、このようになってて、これ外せるんですかね。あ、簡単に外せますね。これとこれは別売りでした。こっちがコアで、こっちがループホールスピナーですね。で、これは、指に刺してリング状になってるので、リングタイプのスピナーとしても使えるのと、あとコアと合体させてハンドスピナーのようにして、遊ぶことができます。こちらと、あとはこのスピナー、素材はステンレスです。でこっちはドットスピナー、このようなものとなっておりまして、周りがステンレス、中心部の持ち手ボタンですねは、ブラス真鍮となっております。こちらも、あ、すごいいい回転をします。めちゃくちゃ滑らかに回ります。こっちもすごくいい回転をします。では、詳しくアップで見ていきましょう。ではこちらがアップのものとなっております。特に納品書は入っておりませんでした。で、こちら10月25日2021年に発送されて、届いたのが11月の10日でした。で、中身、これがドットスリースピナー。読み方はわからないんですけれども、タンブルドステンレス。で、中心部がブラスとなっております。で、これが、ループホールスピナー。で、ステンレスの T6KN となっておりまして、で真ん中についているのがコアホール、ループホール、ループホール、ステンレススティール。こちらとなっております。このコアの部分も、なんか彫りの形状が結構独特で、持った感じが結構フィットしますね。で、価格は、あ、正直に書いてる方ですね。たまによくここ詐称する業者いるんですけど、今回は正直に書かれています。では回転する様子を少し見てみましょうか。こちらのループホールからでドットスリー、大抵テーブルで回すとすごい音がするのが普通なんですけれども、例えばこちら、この間のやつ、これはそうでもないですけど、すごい静かに回ってます。なんかいい例になるものが手元に
これとかミックホース。結構反響してうるさいんですけれども、今回のスピナーはかなり静かに回ります。かなり滑らかですね。ベアリング径が大きいものは大抵そんなに長時間は回らないものが多いんですけれども、これはかなり長い方だと思います。そろそろ弱ってきた。あ、止まりますね。で、三枚バネは回転も安定していますので、まだまだ回ります。止まるまで回してるとちょっと時間かかっちゃうので、この辺でやめておきます。はい、以上が、プレミアムスピナーのハンドスピナーの紹介でした。すごく品質は良くって、めちゃくちゃ回転もいいのですが、何の、ポーチとかケースはついてない、かなりストロングなスタイルだったのでちょっとびっくりしましたが、こちらすごくシンプルなデザインでとてもいいハンドスピナーだったと思います。こちらですね。では皆さんも気になったら、あのリンクを貼っておくので、そちらのサイトに覗いていってはいかがでしょうか。では、今回の動画は以上になります。皆様ごきげんよう。